Thank you.
Thank you.
そこまではもうスライドしながらちょっと狙いを待ってますよね、はい、どこを狙うかっていうゴーが出ないですね、まあ、さあここは金井が前を向いて裏井のボール、福本、金井からいいボールが通った、シュート打った、福本が決めました。2対1、勝ち越しました市立船橋、エースの福本です。それではこの試合のゴールシーン振り返っていきましょう。先制したのは八千代高校でした。でもこれ増田は素晴らしいシュートでしたね、有田さん。そうですね、しっかり狙って蹴ってましたね、はいはい、これインサイドですかね。そうですね、インサイドでした、はい、17分、これは面白い試合になるぞと思いましたね。そうですね、はい、ですが31分です、市立船橋高校です。ここキャプテンの杉山弾頭、ビューティフル、もうここしかないというコースに飛んできましたね、はい。試合終わった後、やっぱり足の付け根ちょっと痛そうにしてましたので、我慢してプレーしてるんですね、はい、でこれは勝ち越しのシーンです。金井からのパスでした。ほんの一瞬の隙ですよね、うん、もう八千代高校もしっかり守ってたんですけど、はい、ワンチャンスで逆転されてしまいました、2対1で市立船橋高校が勝ちまして、4日後の決勝に駒を進めました。